今回はおろしニンニクの長期保存方法をご紹介します。以前ご紹介したおろし生姜の保存方法は大変反響があり、コメント欄でおろしニンニクバージョンのリクエストが非常に多かったので動画にしてみました。注意点なども解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。まず密閉できる蓋付きの瓶を用意します。ジャムの空き瓶などでも大丈夫です。今回使う瓶は容量 120cc です。こんな感じの大きな瓶ではなく小さい瓶に分けた方が使いやすいですし、蓋の開け閉めによる腐敗も少なくなります。こんな感じで蓋の内側にパッキンがついている瓶をお持ちの場合はそちらを使うようにしましょう。しっかり密閉できるのでより腐敗しにくくなると思います。容器は熱湯消毒かアルコール消毒をして乾かしておきます。余分な雑菌や水分が入ると腐敗の原因になってしまうので注意しましょう。瓶も蓋も入れて5分くらい煮沸したら取り出してしっかり乾かしておきます。材料は生のニンニクと蜂蜜です。お砂糖でも代用できます。自家製の酵素ジュースなどがある場合は発酵を促しやすくなるのでそちらを使うのが理想ですが、今回は手に入りやすい蜂蜜で作っていきます。ニンニクは作りたい分量をご用意ください。蜂蜜の量を調整するので何玉使ったかは覚えておいてください。バラになっているニンニクを大量にいただいたのでそちらを使って約4玉分仕込みます。これだけ数が多いと皮を剥くのが大変なので一気に剥ける方法をご紹介します。今回はバラのニンニクを使っているので一つずつ下の硬い部分を切り落としていますが、塊になっている場合はバラさないまま下を切り落としてください。今回は地道に一つずつ切り落とします。下を切り落とし、塊の場合はここでバラしてタッパーに入れます。タッパーはニンニクの量に対して大きめの方がいいです。あとはタッパーを振るだけ。そうするとこんな感じで簡単に皮がむけます。きれいに剥がれてくれました。剥けなかったものがあった場合は手で剥いてください。ニンニクは軽く水で洗い流します。洗ったら水気を拭いておきましょう。今回はすりおろし、刻み、スライスの3種類作っていきます。すりおろしはブレンダーを使うのでアルコールで消毒します。もちろんおろし器を使って手動でおろしていただいても構いません。ブレンダーを使うと多めに仕込む場合でも早くペーストになるので便利です。ある程度ペースト状になったらここで蜂蜜を入れます。この糖分が乳酸菌の餌になり発酵熟成しやすくなります。蜂蜜を入れる量の目安はニンニク1玉に対して小さじ半分。蜂蜜を入れたら再度ブレンダーにかけて全体になじませてあげてください。先ほど煮沸消毒した瓶に詰めていきます。瓶いっぱいになるのが理想です。
今回は2玉のニンニクで120ミリの瓶にぴったり入りました。みじん切り、千切り、スライスなどどの切り方でも作り方は一緒です。みじん切りもチョッパーを使えば簡単です。すりおろしのような刻みニンニクの完成。スライスや千切りニンニクを作るときはニンニクを瓶に入れてから蜂蜜を加えて混ぜてください。以前の生姜の保存の動画で瓶などを念入りに消毒したのに素手で作業していたことについてよく聞かれたので、その点について少し触れておきます。手にはプロバイオティクスや常在菌などが存在しています。家庭で作る発酵食品はその家庭の環境にいる様々な常在菌や乳酸菌が一番自分の体に合った善玉菌になってくれるので、市販の発酵食品よりも自家製の方が自分に合った乳酸菌を腸内に取り入れやすいと思っています。皮膚などにもともと付着している常在菌は悪いウイルスや細菌から体を守ってくれています。そのおかげもあるのか、冬に流行るあの風邪にも学生の時以来かかっていません。なので私はぬか漬け、味噌、ザワークラウトなどの発酵食品を仕込むときは手袋をつけたりしませんが、これはあくまで私の意見ですので、気になる方は手袋をつけて作業してくださいね。ニンニクの量が瓶の半分くらいにしかならなかったので、そういう時は表面をラップで覆ってください。あとは1週間乳酸発酵させるだけです。生姜の保存をご紹介した時は2週間発酵させましたが、今回は糖分を入れたことで発酵しやすくなっています。保存場所は冷蔵庫でもいいですし、冬になって室温が低ければ常温でも大丈夫です。ここで注意事項なのですが、仕込んだ次の日くらいにニンニクが緑色になることがあります。映像では分かりにくいんですが、左側のニンニクが少しだけ緑色になっています。生のニンニク独特の香りの元になっているアリインという物質が、すったり刻んだりすることでアリシンという物質に変化します。その物質が空気にさらされるとニンニクに微量に含まれる鉄分と結合して緑色になるんです。緑になったニンニクを食べても体に害はなく、ニンニクの効果も変わりませんし、熟成されていくと緑色は消えていきますのでご安心ください。そして1週間熟成させたものがこちらです。これも瓶いっぱいに詰めたんですが、発酵して気泡のようなものが出てきています。取り出すときは水分などがついていない清潔なスプーンを使うようにしましょう。ニンニクのいい香りがします。保存期間は冷蔵保存で半年ほど。なぜ乳酸発酵が進むと保存性が高まるのかというと、発酵を担う微生物を増殖させると腐敗菌や有害な微生物の活動を抑制するので保存性が高まるということなんです。蓋を開け閉めする回数や保存状態によっても変わるので、半年はあくまで目安としてお考えください。乳酸発酵させることで半年も保存できるようになるのは本当に便利なんですが、なんとこのニンニク、乳酸発酵させることで食べた後にニンニクのあの独特な香りがしないんです。こうやって嗅ぐとニンニクのいい香りはするんですが、食べた後の強烈な匂いがしないんです。これはあくまで私個人の感想なので、感じ方は人それぞれかもしれませんが、あまり匂いがしないので今までより気軽にお料理に使うことができるようになりました。個人的にはニンニクチューブの味が好きではないので、ニンニクを使うたびにすりおろしたりしていましたが、こちらの方法が簡単で使い勝手もいいですし、
何より熟成したニンニクの味が最高に美味しいんです。次に発酵ニンニクの失敗例についてご説明します。表面に白くホワホワしたものや黒い点々が出たら、それはカビなので食べるのはやめましょう。異臭がする場合も残念ながら破棄してください。出来上がったニンニクを腐敗させる原因で一番多いのが、取り出す時のスプーンやお箸によって雑菌が入ることです。取り出しに使うスプーンは清潔なものを使用するようにしましょう。ニンニクが茶色っぽくなった場合、これは熟成している証なので問題ありません。生のニンニクは玉ねぎの13倍ほど血液サラサラ効果があると言われています。高い抗酸化作用があり、血栓を予防して血液をサラサラにする働きや、血中コレステロール値を低下させて動脈硬化や心臓病を予防する効果も期待できます。サラダのドレッシングや焼肉のタレ、和え物にもパッと使えるので、健康にいいニンニクを毎日食べるいいきっかけにもなりますね。とても簡単なので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。